はい、皆さんこんにちは、クラムです。今週もポッドキャストを始めていきたいと思います。今週のポッドキャストのテーマは三拍子のネタでビートを作る時のコツについてねお話ししていこうと思います。これね、ジャズとか彫ってる時にねよくあるんですけど、このネタメロディーめちゃくちゃかっこいいのに三拍子で作られとっちゃんねみたいな、このネタかっこいいけど使いづれってね結構あるんですよ。三拍子っていうのは1-2-3-2-2-3っていうような、拍の取り方で、作られた曲です。でね、ヒップホップのビートってね4拍子なんですよね。ドンツカツみたいな感じで1-2-3-4-2-2-3-4っていう風に4拍子でねヒップホップのビートってね作ります。こんな風にね拍の数が違うとちょっとねサンプルしにくかったりするんですよね。いつも通りにね曲を作ろうと思ってもうまくいかないって経験はね皆さんあるんじゃないかなと思います。じゃあもう3拍子のね曲をネタにしてビート作るのやめたっていうのはちょっともったいないかもしれません。さっき言ったようにジャズとかねこういう曲結構あるんですけど、3拍子なんだけどメロディーめちゃくちゃヤバみたいな曲ってたくさんあるんですよ。なので今回のポッドキャストではクラムがね、僕がいつも3拍子のネタ使ってビートを作るときに必ず意識しているポイントを、シェアしていこうと思います。これね意識するだけでね3拍子のネタの扱い方がね、分かるようになります。ここをこういう風に作り変えれば3拍子のネタを4拍子のヒップホップのねビートに落とし込めるんだなみたいなコツをね掴めるので、ドシブなねネタ見つけたんだけどこれは3拍子やし使いにくそうだなって思ってね、諦めたって経験がある人はぜひね参考にしてみるといいと思います。はい、それでは本編やっていきましょう。3拍子のネタでねビートを作る時のコツなんですけど、埋められるところを先に埋めてその後ね埋まってないところをどうやったらこれ埋められるかなってね考えていくとすごくやりやすいです。まあ要するに大枠をねまず先にガッて作ってから細かいところあと細かいところを埋めていくっていうねやり方がすごくねやりやすいです。でね考え方としてはパズル作ってる時とね、よく似てますね。パズルってもういきなり真ん中からさピースを埋めていかないじゃないですか。まずは周りからね、組み立てていきますよね。四角形で周りを作っ四角形のね周りを作ってからその四角形を頼りに周りを頼りに中のピースをね、埋め込んでいきますよね。そんな感じです。でね3拍子のネタでビートを作る時も似たような感じでね考えていくとすごい分かりやすくていきなりね3拍子のネタを4拍子のヒップホップのビートに作り変えてくださいって言われてもどこをねどう組み替えればうまくはまるのか、ネタをねどこをどうやってチョップしたりとかフリップしたりすればうまくいくのか見当もつかないので、まずはね埋まりそうなところから埋めてって残りの空いたところをどう埋めようかなって考えるとうまくいきやすいです。でね言葉だけで説明してもちょっと分かりにくいと思いますので、僕が作ったね、ビートを例にして解説していきたいと思います。リバイムーブっていうねビートテープ、クラムのビートテープから The Time to Talk is Up っていう曲をね例にして解説していきたいと思います。この曲はねシェードの、Is it a crime っていう曲をねサンプルして作られたビートなんですけど、このネタね3拍子なんですよ。トゥンテ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 ンっていう、拍の数え方で、作られた曲なんですけど、これをね、サンプルしてビートを作ってます。これねうまくヒップホップのね4拍子のビートにね作り変えて、ちょっと自分で言っちゃうんですけど4拍子のビートにうまく作り変えて、ビートを作ってみたので、まずはね1回通してねこの曲、僕のビートとあとネタを聴き比べねしてみましょう。それではどうぞ。
はい、どうでした？チョップとね、フリップをね、うまく活用して3拍子から4拍子にね、ビートを作り変えることができてたんじゃないかなと思います。このビートね、先ほどお話しした考え方で、作っていったんですよ。埋められるところは先に埋めて、その後埋まってないところをどうやったらうまくね、埋められるかなって考えながら作っていきました。具体的にどうやって考えていったかっていうと、このネタで言うとね、 Is it a crime?てててんっていうネタの構成だったじゃないですか。でね、てててんだけね、ここだけまず最初に、あ、これ使えそうだなって思ったんですよ。そしてこれって、このてててんの部分ってループの最後に置いたらハマりそうだなって思って、とりあえず先にこの部分だけ、ドラムに乗せてみるって感じ。そしたらドンツカツドンツカてててんっていう風に綺麗にねハマったので、あとはサンプルのね残りのパーツを使って前半の部分を埋めていけば完成っていう感じかな。じゃあ残りのパーツはどうなっているかっていうと、 Is it a crime? てててんのてててんを使ったんで、もうあと残り4つですね。 Is it a crime? この4つのピースを使って空白を埋めていくっていうイメージ。で今回はね、 Is it a crime? の、2個目と3つ目かな、It とあのところを交互に鳴らしてね、ビートをね埋めていきました。残りの空白の部分を埋めていきました。イーアイーアテンレルン、イーアイーアテンレルンみたいな風に埋めていったんですよ。こんな風にね、最初に埋められそうなところを、パパパーとね最初に埋めてから、後でじっくりね埋まってないところをどうやって埋めていったらいいかなって考えていくと、一本ね筋の通ったシンプルでいいアイディアを思いついてビートね作れるので、ぜひ試してみてください。でね、この考え方でビートを作る時のコツなんですけど、ネタを細かくねチョップしておくのが鍵です。これなんでかっていうと、使えるねパーツが多くなるので、4拍子のネタにはめようとするときに柔軟にね対応できるようになるんですよね。柔軟に、はめやすくなったりとかします。今回ね参考に挙げたネタも超細かくチョップしてますよ。フォエネタなんだけど、単語がね発せられるたびに、細かくチョップして使えるパーツっていうのをね増やしていきました。 Is it a crime? てててんっていう短いフレーズなのに、つつにね分割してうまくはまるようにね調節していきました。使ったパーツは Is it a crime? てててんのイーアーっていうさ、2つ目と3つ目、この2種類だけなんだけど、細かくねチョップしていなかったら、こんなね言葉の真ん中、フレーズの真ん中を使った、作り方みたいなのは多分ね、考えついてなかったんじゃないかなと思います。でまあね、三拍子に限らずかな、どんなネタ使う時にも共通して言えますが、ネタをね切る時は細かくチョップすると使えるねパーツが増えて、で思いがけないネタ使い、思いがけない組み合わせでね、ビートを作れますっていうね、ちょっとしたコツも、紹介してみました。ぜひねサンプリングで上ネタ作るときはこの考え方でね、ビートを作ってみると、面白いビート、面白いアイデアのねビート作れるので試してみてください。はい、ということで今週のポッドキャストはね以上になります。この考え方でね上ネタ作っていくと、もうねどんなネタでも、ビートを作れるようにね、なるんだけど、この中にはいドラム作るの苦手って人はねいませんか？ドラム組むのちょっとうまくいかないんだよなみたいな。今回のポッドキャストね聞けば、上ネタのね作り方、上ネタ作るのはうまくなるんだけど、ぶっちゃけドラム組むのねうまくないんだよなって人のために、今回は続きのポッドキャストもね、ご用意しております。ビートのノリが変わるドラムの揺らし方ということで、ドラムをうまくねスイングさせて、ついね体を揺らして聞いてしまうようなグルーヴ感のあるねビートを組む方法をこちらのポッドキャストでねシェアしていますので、ぜひねチェックしてみてください。ディラとかねディベアスイみたいにドラム揺らしてねうまくスイングさせるためには、ドラムのね打ち方だけじゃなくてね打つ強さとかもね重要だったりするんですよ。これね知っておくだけで、無理にねドラムをずらして打たなくてもガンガンね、スイングしてるように聞かせることができるようになります。グルーヴ感バッチバチなねビートにしようと思って意気込んでね、スネアをグリッドより早めに打ったりしてみたけど、ドンカン
ドドンカンみたいな感じでね、スネアをグリッドよりね早めに打ったらガタガタになって、気持ちよくねループしないんだよなって思った経験がある人に、役立つ内容となっております。ビートのノリが変わるドラムの揺らし方、このポッドキャストのねリンクを概要欄、動画下の概要欄に、リンク貼っておりますので、バンドキャンプに飛んでね、でサブスクライブしてからこちらのポッドキャストね、ぜひねチェックしてみてください。ということで今週のポッドキャストは以上になります。今週のポッドキャストでね、3拍子のネタでマジでビート作るのね楽ちんになりますよ。このネタ超いいんだけど、メロディーめっちゃかっこいいんだけど使いにくいと思って放置してたネタね、みんな多分あると思うので、そのネタでねストックしてるネタでぜひね、試してみてください。うまくいくはずです。ということで今週のポッドキャストは以上です。またね来週の放送でお会いしましょう。バイバーイ。